こんにちは、マルでございます。今日はちょっと、前回か前々回で、言った、勉強と学問の違いみたいな、部分をちょっとフューチャーしてちょっと考えてみたいと思っております。というのも、学生の頃ってなんていうか、もう勉強嫌いというか、勉強好きだったり嫌いだったりしますよね。で、それって勉強っていう一つの言い方で収めてるから、よくわからない時代になってるんじゃないですかね、っていうのがあります。なんで、個人的には、まあいろいろあって、勉強とか学習、勉学、学問っていろいろ言い方があると思うんだけど、でそれぞれについてちょっと考えてみたいと思います。まず勉強、勉強っていうのは、努めるは、まあ努力するみたいな意味になってくるんだと思うんだけど、強いってさ、強制的な意味があるんだよね。強制の強である、強制的に、頭に入れることに努力するってことだと思う、勉強は。だからもう受動的、完全に 100% で、もう一つ受動的なのがあって、勉学、まあ学ばないといけないという、学生にとっては学んでいるということが大事、努力してね。それって環境に依存した状態だと思う。学ばないといけない環境にいるから学ぶみたいな、そういうところに依存してくるんだ。だから割と受動的、 50% 受動的で、学習っていうのは、学ぶに習うだから、真似するってことだと思うね。習う。見たものとか、教わったもの、とか、知ったことに対して、前習いで、真似していくってことだと思うんですよ。真似して学んでいく。あ、こういうことなんだ。例えば、試してみるみたいな。軽くトライ的なところが入ってくると思うんです。だからそれは、受動的ではなく、能動的。まあ、自分から技術とか、情報知識を、掴み取る。けど、そのにはお手本がいる。まあ、真似すると。真似から大体は入る。で、最終的には、学問っていうのは、問うことによって学ぶ。まあ、要は、スタートは疑問から生まれて、その疑問を解決するために学ぶ。疑問を解決することで学ぶ。例えば、Google 検索とか、自分で調べて得たものっていうのは、自分のものになるっていうのが、よくみんなが思うところだと思うんで、普段、自分から知ろうと思って知ったことっていうのは、学問、僕の認識ではそうなります。受動的なところから、勉強、勉学、学習、学問となります、僕の中では。これ下から重要度ね、自分にとって一番重要になってくるのは、一番上の学問、知りたいことを知るというところ、そこを、目指すべきであって、学校で習う、勉強が全て間違っているというわけではなくて、まあ、刺激だと思えばいい。実際に重要になってくるのは学問だから、学問をするための刺激を与えてもらっていると思った方がいい、学生の人はね。じゃあなんで学ぶのかっていうところだと思うんだけど、学ぶっていうのは、処世術であったり、こう幸せの幅を広げるというか、なんていうか、幸せの種類を知ることができる、ね。例えば自由って、ルールがあって初めて自由だと思うんですよ。つまり、いきなりサバンナにポイって投げ出されて、はい、自由ですよって言われても、自由じゃないですよね。例えば、iPhone がある。iPhone があるだけで、結構な自由得れますけど、サバンナにいたとしても。でも、そのためには、電波が入るところに行かないといけない、というルールが生じますよね。あと、バッテリーをちゃんと持っていないといけないとか。いろんなルールのもとに、自由っていうのは成り立っているんだと思うんですよ。ただ、例えば、サバンナに投げ出された時に幸せになる方法って何だと思いますか？例えば木の実を見つけるとか、まあ、例えばね
あとは、美味しいじゃない、まあ、でも動物を捕らえ食べるということを自分の中で学んだとする。そしたら、そう、サバンナで生きていけるっていう、そういう、なんていうの、一つの、こう、幸せに通ずるものができてくるわけ。まあ、つまり、こうやって自分が、こう、生き生きと生きるために、まあ、幸せに楽しく暮らし、よりよく暮らしていくために必要になることっていうのが学びなんですよね。私はこの情報だけで生きていけるって、閉じこもっても別に全然大丈夫なんですけど、ただ、このことを知る、それのことを知る、あ、こんな幸せがあった、こういうスタイルがあるんだとか、いろんなことを知ることで、自分にとって何がより良いものなのか判断する材料にもなるし、目的を作るための材料、そして、まあ、よりよく生きていけるっていうのが、あると思うんです。だからこそ学ぶと。ただ学ぶってイコール勉強じゃなくて、そう考えちゃうのが、学生の頃は僕はそうでした。学ぶっていうのは知らんことでも興味のないことでも、頭に入れ込まないといけないっていうような考えがあったんだけど、実は違っていて、いろんな種類の学びがあり、自分が知りたいことを、突き詰めるっていうのも学びなんだよと。と思ったのが学問っていうところの、位置ですね、ポジション。もう能動的に、知識を得るっていうのも、なんかググレカスに関して、前回やったと思うんだけど、うん、必要のないことっていうのは別に学ばなくていい。自分が、学びたいと、これは必要だって思ったことに対してはとことん学んだ方がいいと。満足っていうのが一番厄介。まあ俺の中ではもう闇属性、満足するっていうのが、満足したらそこでストップする、もうここでもう十分いらないってなって、ハードルの為末選手って、皆さん知ってると思うんですけども、あの人が、つぶやいてる言葉の中で、胸に刺さった言葉があって、英語が喋れないから英語は必要ないと言い、お金がないから世の中はお金じゃないと言う、英語が喋れていれば喋れないやつはバカだと、お金があればお金がないやつはダメだと言っただろうっていう言葉がすごい胸に当時突き刺さって、まあ結局のところ、満足したらそこで幸せの限界っていうのは終わってしまって、だから俺はここまででいいんだって思うのもダメだし、これを知ったからもうそれでいいんだっていうことでもないと思うんですよ。もう常に自分の幸せをこう追求して膨らませて充実させていくということが人生において必要で、模索していくということが必要になってくる。そのために何を学べばいいかっていうのを考えていくっていうのが必要になってくるんだと思うんですね、人生。じゃなければもう諦めたようなもので、まあそうなってしまうことも時にはあるかもしれないけど、もう常に自分の幸せというのを追求していきたい。そのためには学ぶことが必要であって、それは勉強ではなくて学問という話です。はい、長々とすみませんが、もう勉強と学問の違いについて、マレナイの意見を述べてみました。皆さんはどうでしょうか。それでは、今度は何のテーマでやるかわかんないけど、バイバイ。